はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。今回プレイしていくのはですね、信長の野望創造のパープキット PS4 版ですね。シナリオは独眼竜立つということで、伊達政宗でのプレイの続きをしていきたいと思います。前回はですね、戦国伝一鳥橋の戦い、まあこれをですね、まあメインで進めてきたんですが、今回もその続きからになります。ただですね、目指す天下統一のためには中央で、勢力を拡大する秀吉、これに対抗するための、まあ、国力をつける必要があるということで、勢力拡大のためにですね、葛西家にも同時に侵攻作戦を繰り広げています。ですので、今回はですね、その一鳥橋の戦いに端を発する、対芦名佐竹戦線と同時に葛西戦線も広げていきたいと思います。早速始めていきましょう。まずはですね、葛西の守る寺池城に兵を差し向けましょう。耐久が1000なので、およそ2000プラス政宗1200、まあ、ここまでね出す必要があるかちょっとわからないので、三沼城に政宗は一旦止めおきましょう。の本宮城もね、1年守るという一番重要なミッションがあるんですが、そこには約2000の、兵を配置してますので、まあ、そこはその2000でなんとか持ちこたえてもらうしかないですね。感染武将数が少ないですね。支配している城の数は順調に増えてるんですけど、さあこれで進めていきましょう。敵が現れたらすかさず回線を仕掛けていきます。これで敵の耐久を一気に削ぐという作戦ですね。乱戦を大幅に強化ということで、乱戦を仕掛けていきましょう。まりました。ただ敵は逃げるか。成光500が到着したので、この成光もぶつけましょう。逃げ切られた感じがあるな。ただなんとか敵を倒したので、これで659まで耐久を減らせます。包囲します。本宮城も気になりますけど、本宮城の敵は迫ってないですね。そしたら、寺池城の方位はそのままに、この丹沢城に続け政宗本体1200と片倉北500、この部隊を差し向けましょう。お任せください。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。で、鉄砲を買っときましょう。御用を受けたまわります。ありがとうございました。で、寺池城を落としたので、各部隊を一旦騎乗させましょう。騎乗します。戻るぞ。城へ戻る。で、丹沢城の方では回線が仕掛けられる状態になってますので、回線していきます。ちょっと待てば、
進め。夜襲になってるんだな。今敵が混乱状態にあると言ってますので、一気に攻め切りましょう。かしこまりました。サムネも特攻ですね。俺がやろう。いきなり混乱してくれてるとかなりでかいな。ギレフセ、これが独眼流の戦だ。攻め立てろ。退却せよ。これで耐久をどこまで減らせるかだね。おお、耐久は減らせなかったか。そしたらここで一個軍団を作っておきましょうね。そろそろ縦長に伸びてきたので、戦線が三沼城を拠点に第一軍団を作っちゃいましょう。ここを片倉小十郎に任せるか、伊達小次郎に任せておいた方がいいですね。一応これ弟ですからね。でこの辺りもね、しっかりとやっておかないと国力差が圧倒的に不利なのでやっておきましょう。で鉄砲もね、買う金がないと。御用を受けたまわります。よし、丹沢を取ったので、これが独眼流の戦だ。逃げられると思ったか。葛西を滅ぼしたので、ある程度武将が補充できそうですね。起乗します。敵将捕らえました。ご命令ください。先月の終始です。報告いたします。そしたらですね、政宗を騎乗させるんじゃなくて本宮城に差し向けましょう。であとはですね、家臣で登用をしてで、あとは軍団ですね。で本家はこのまま三沼城でよくて、さっき取った丹沢城を入れましょう。で、攻略目標ですね。どこを攻略させるかだな。大崎はこっちについてるから、この難波を標的にしますか。そしたらですね、軍団の方に指示を出していきます。武将の数が足りてないんだな。ちょっとさっきの笠井家が滅ぼした武将が多分入ってくると思うんで、その武将が入ってくるまでちょっと我慢しましょうか。出陣する。出るとするか。結構攻めるね。どこを攻めようっていうんだ。
小峰城を取ろうとしてるんだな。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。ここを積極策で来てくれるんだな。どうするかな。邪魔くさいのはやっぱアシナなんですよね。モガミも邪魔くさいといえば邪魔くさいけど、この岩木家、相馬家、この辺りをターゲットに攻略戦進めていけばいいかな。なのでまず外交で、この田村家をもうちょっと仲良くしときましょう。出陣します。止まれ敵将、捕らえました。表情を始めましょう。先月の収支です。小峰城に人を入れておきましょうね。武将の数が足りないな、本当に。よし、本宮城を1年守るというのを達成しましたね。伊達家の本宮城制圧を狙う佐竹軍、その戦いの最中、当主義重のもとに一つの知らせが入った。北条が兵を集めているということで、これで佐竹が退くんですね。これで、佐竹芦名の連合軍のうち佐竹軍の一角が崩れたので、芦名に攻めることができそうですね。残りは雑魚ばかりか、ちょっと外せ、一人になりたいと政宗。父を亡くした政宗がここで悔いているんですね。ただ一人俺を認めてくれた父を、てん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 、愚かな息子を許してくれ、てんてんてん、父上ということですね。まあこの悲しみを乗り越えて、政宗が天下統一に向けて二条城まで攻め上りましょう。戦国伝一鳥橋の戦いを見事達成しました。さあこれでですね、アシナを攻めることもできるんですが、まずは先にこの相馬、そしてこの岩木、この辺りを攻めておきたいと思います。まずは相馬からですね。ただ防御、城の防御が結構高いんだな。であれば政宗は一回騎乗させて、騎乗する、
各城の兵力の総数ですね、ちょっと見ときますか。900、700、700、700、900、800、600、ちょっと兵がやっぱり少ないな。何かシナリオがまた始まりそうです。太田城ですね。足投げとの外交を重ねる佐竹家に驚くべき知らせが飛び込んできた。義重様お気になられましたか。アシナが死んだか。なるほど。義弘をアシナに送り込むと。なるほどね。なるほど。アシナの後継ぎ候補に義弘と小次郎の名が上がったということですね。義弘が選ばれたと。これでアシナが佐竹に従属するということになったので、この辺りを考慮してもやはり最初に攻めるのは相馬を攻めて国力を蓄えたらアシナ佐竹と一気に滅ぼしていきましょう。でまたシナリオですね。テルムネの死を起因とした欧州の騒乱は依然として収まる気配を見せなかった。長らく伊達家に侵入していた大崎家の内部でも独立の機運が高まりつつあった。なるほど。大崎の家中が乱れているということで、従属させていた大崎がどうなんだろう。これは罹患する可能性がありますね。大崎最上と戦う前になんとか相馬を叩いておきたいですね。なるほど。この木に最上を打ち果たしましょうということで、最上と戦いになるのかな。大崎郡山合戦発生。政宗の強引な勢力拡大は奥羽の外交関係を波状させた。伊達家に服従していた大崎家での内紛を機に再び北の地が戦火に染まると。戦国伝進めましょう。まずは中新田城を包囲する。これは相馬家と戦う前に中新田城を包囲しなきゃいけなくなりましたね。で中新田城というのがどこかというと、ここか。そんなに大きな城ではなさそうなので、もう一気に攻め取りに行きましょう。当初の予定では、相馬を攻める予定だったんですが、予定を変更して大崎を攻めましょう。ちょっと心配なので、さらにいくつかの部隊を派遣して、総勢約4500の部隊ですね。先月の終始です。全国の半島はどうなってるかというと、やっぱり羽柴がでかくなってきてるな。丹羽、前田、徳川、要注意ですね。本当にこの辺りは北条がやっぱりかなりでかいですね。思ったより武将が補充できてないっていうのもちょっと痛いとこですね。出陣します。政宗はどこにいるんだ今。政宗はそっちから迂回するんだ。なるほど。
言します。ちょっと待て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 、マサムネ、それはダメだ。一旦騎乗だ。騎乗する。逃げることはできぬぞ。今マサムネが最上領を進行していて、そこで最上と戦になってしまったので、一旦最上領からマサムネを撤退させてます。でその間に別動隊が目的の城を包囲しましたね。ここは一旦モガミと和睦して兵を退くのが上策かと。なら今ここでおじいを叩かねば俺の天下への道は5年遅れると。なるほどね。ということでこれモガミとの戦いにもなるんですね。で鳴光に佐竹を食い止めろと言ってます。あこれ百足ムカデなんですね、鳴光の兜の、飾りというか印は。さてとこれで義満を撃つといっても日本松城を1年守るんだな。次は出陣する。出陣します。我が領内に敵が迫っております。敵が攻め寄せてきてると言ってますね。なるほど。これで義満と佐竹両方を相手にしなきゃいけなくなったんですね。神輿が来たと。これ義姫なのかな。はあはあはあ、義姫ですね。うわー、義姫タイプだ。双方兵を引け。なるほどね。その通り、義姫は和睦を斡旋してくれました。これで停戦になりましたね。政宗は不祥の息子なれどわらわが腹を痛めて産んだ子だと。義姫いいところありますね。よし、これで最上が戦線離脱したはずなので二本松城に政宗を急行させましょう。表情を始めましょう。報告いたします。佐竹義重2500か。これが二本松城に進軍中。そしたら政宗を至急ですね、派遣しないと城が落とされますね。まずはそうは言っても一旦兵を引かせましょう。そこで一旦兵を補充しないといけませんね。で一方北陸方面は、軍団の方に攻略の指示を出します。我が戦お見せしましょう。出陣する。出陣します。そしたら、政宗を2100か。苦しいな。出陣するぞ。
おそらくここが違うな。違う。最初にやつが狙ってくるのは、表情を始めましょう。報告いたします。佐々木が狙うのはここだな。コミネ城だな。そしたらコミネ城に部隊を出しましょう。出るぞ。このままだとコミネ城があっさり落ちる。出陣します。全力を持ってこのコミネ城を支えないといけないですね。出陣する。止まれ。かかれ。我が戦お見せしましょう。みんな続け。城が取り囲まれるか。まだ大丈夫か。行きます。正宗が間に合うかどうかですね。小峰城の救援に。みんな続け。なるほど。今度は芦名義弘約2000が本宮城に攻め寄せてきてると。どうした、かかってきな。表情を始めましょう。報告いたします。かなり厳しい戦いになってますけど、そしたら今度はですね、葛西を攻めていた、違う、大崎ですね、大崎を攻めていた部隊を本宮城の守備に回らせましょう。で、あとは援軍も、援軍が要請できないと。かなり苦しいな。これも本宮城に救援に向かわせましょう。片倉小次郎も、小十郎かな、援軍に出して、なんとかこの本宮城、小峰城、本宮城を絶対に守らないとまずいな。お味方が捕縛されました。我に続け。お味方が捕らえられました。これで正宗はなんとかなるとして、大崎は滅ぼした。あとはこの本宮城が持つかどうかですね。間に合わなそうだな。みんな続け。出陣できる武将がいない。しょうがない。いやーダメだ、本宮城が守りきれないな。どうする。ひれ伏せ。よし、これが独眼流の戦だ。佐竹を追い返したんで、これで正宗が間に合えば。城が取り囲まれました。よし、間に合った。これで正宗も間に合えばなんとかなるぞ。俺がやろう。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。で、配属ですね。さっき大量に家臣が、入ってきたので、それがどこに配属されてるかだな。米沢にいますね、人が。そしたら前線になってるようなところにですね、人を移動先が二本松。こことかもう人がいないからな。移動先が二本松で、
移動元が米沢から志倉、矢作、この辺りを派遣しましょう。これでなんとか持ちこたえてくれれば。よし、貴様なアシナを俺の敵ではない。なんとか退けたぞ。騎乗する。小次郎、小十郎も一回返して、これで一旦平穏になったか。よし、岩木家より使者、当家との同盟、岩木か、まあいいだろう。小峰城を見逃し、当然2000か。くっそー、佐竹め、次から次に来るな。政宗の2000を小峰に戻すしかないですね。みんな続け。承知いたしました。我が戦お見せしましょう。お、島津というか九州で何かイベントですね。立花道雪か。これ大友と龍蔵寺かな。そうなるとまあちょっとあまり政宗とは関係ないところなので、さっと飛ばしちゃいましょう。表情を始めましょう。そしたら今小峰城に向かってきている佐竹の部隊をなんとか、小峰城で抑え込んでいる間に攻略の指示を出していきましょう。で、実際にもう進行してもらわないと。これで我が戦お見せしましょう。小十郎の部隊に進軍させて、いわきとは12ヶ月の同盟中なので、なんとか守りきるための土台ができましたね。で、宇都宮か、攻めてきてるのは。お助けいたします。俺がやろう。表情を始めましょう。報告いたします。さてと、どうするかな。相馬を攻めたいんですけど、その余力が今全くないんですよね。城をでかくしておきたいんですけどね。御用を受けたまわります。いや、家宝を買うぐらいだったらまだ鉄砲を買っといた方がいいな。御用を受けたまわります。ありがとうございました。よし、これで兵を退けたんで、ここで本当に一体帰って戻るぞ。勢力を回復しないと。表情を始めましょう。報告いたします。いわきとは同盟が9ヶ月で信用が20か。これ外交で40まで上げとこう。で、また鉄砲を取っておきましょう。
ありがとうございました。相馬を攻めたいんですけどね。耐久が3000か。ちょっと3000の城を落とすだけの兵力がないんだよな。出陣する。我らに撃てぬ敵はありません。花巻を落としたと。敵将捕らえました。そしたら1600じゃ無理だな。ちょっと厳しいですね。ご命令ください。先月の収支です。そしたらですね、そうは言ってもこのまま手をこまねえているとまずい状況になるので、攻撃させます。相馬攻めに入りましょう。どうするか。で伊達なるみつも腕が鳴るぜ。相馬中村城に向かわせます。ありったけの部隊を送り込みましょう。腕が鳴るぜ。で前線のこの辺りですね、小峰城とかこの辺り耐久がなさすぎるからな。正宗をこの小手森城まで進めますか。出陣します。出陣します。どうにかなるかな。正宗を出せば確実に落とせるんですけどね。逃がしゃしないぜ。お助けいたします。出陣する。さあちょっとそろそろ城ね、前線の城を回収しとかないと、修復かしておかないとまずそうなので、修復しときましょう。金のあるうちはちょっと修復しておかないと心配だ。これでお金がなくなりましたね。力攻めにするしかないか。逃がしゃしないぜ。さっさ成政が滅びましたね。捕らえたり。我が戦、お見せしましょう。相馬中村城を取ったので、続いてそのままこの小高城だったんですか、読み方。お見せしましょう。ここを攻めましょう。相馬を滅ぼしとくとかなり安定して。お任せを。佐竹芦名の方に兵を出していけるようになりますからね。先月の収支です。報告いたします。助立ちします。逃がしゃしないぜ。出陣します。逃がしゃしないぜ。兵力が増強されて配下の城も増えてきたんですけど、いかんせん武将の数が足りないですね。敵将捕らえたり。出るとするか。これで相馬を滅ぼしちゃいましょう。
正宗を攻めて一気に型をつけます。みんな続け。出陣する。回戦してそぎましょう。進め。敵の城の耐久を一気にそぎましょう。みんな続け。進むのみよ。かかれ。617まで下げられました。相馬、あまり能力は高くないけど、なんとか配下に加わってもらいたいので解放しましょう。取り囲め。ご命令ください。報告いたします。で、政宗以外は騎乗させます。政宗一体だけあれば十分。小高城は落とせますからね。よし。貴様など俺の敵ではない。逃げられると思ったか。騎乗する。二本松城を一年守るというのも達成できましたね。よし。これで最上がどうなるかだな。伊達家は明覚省の奮戦といくつかの幸運により苦しみながらも領土を広げつつあった。そして政宗はついに伊達家を脅かしてきた難敵足名家を打倒するべく兵を動かすことを決めた。機は熟しましたな。これでアシナと一戦交えるわけですね。戦国伝、これはなんとかガハラの戦いですかね。ごめんなさい、ちょっと読めないんで、読める方ぜひ教えてください。よし、これで、戦国伝を進めていきましょう。猪苗城城を支配下に置くと。上場を始めましょう。先月の収支です。でですね、軍団を作っちゃいましょう。相馬が支配していた城あたりを一個軍団を作ります。でこれを実元に任せましょう。で軍団への指示ですね。南部を攻めてもらって実元は芦名ですね。出陣します。これでですね、だいぶ武将が補充されたと思うので、補修された武将の配属と行事を始めましょう。先月の収支です。させていきましょう。本宮城にやっぱ人がいないんだな。ここに人を派遣しましょう。で、ちょっと長くなってきてしまいましたので、アシナとの戦いはですね、ちょっと次回お届けするとして一旦ここで終わりたいと思います。次回ぜひぜひですね、アシナ家との戦いもご覧いただければと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。